はい、今日はですね、草なぎ剛主演の、ドラマが発表されまして、今度は NHK ですね、ドラマのタイトルはデフボイス法廷の手話通訳士という、タイトルのドラマになります。で NHK でですね2023年、今年の冬に放送予定ということですね。で前後編2回のに分けての放送になるみたいです。まあ2回なんで、まあ連続ドラマっていうか、まあ、前後編ですね、短編っていう感じなんですけど、まあ主演が草なぎ剛、原作が丸山正樹さんっていうことですね。脚本高橋みゆき、演出渡辺和樹ですね。でポイントはですね、まあ、主演の草なぎさん以外役者決まってないんですけど、20名近い聾者難聴者のほぼ全ての、をですね、実際の聾難聴者の役者が演じるってことですね。難聴者の役は難聴者が演じると。ただまあほぼ全てっていうことなんで、そうじゃない、まあ普通に聞こえる普通の役者さんが演じる人もいるってことですね。で他の役者はまだ決まってないんですけど、まあ私ですね、この小説も読んじゃいました。まあ、すごい気になってですね、まあ、思わず読んじゃったんですけど、まあこの動画いつもちょっとネタバレありでやるんですけど、今回はなるべくネタバレなしでやります。でですね、まあ大体のあらすじを言いますと、草なぎさんの役はですね、まあ草なぎさんの役の人はまあ話せるんですね、普通に話せるんですけど、両親が、まあ話すことができないと、まあ聾者ってことですね、両親ともが話せないと。でただ両親がそういう手話で、普段からあの会話してるんで、子供も喋れるんだけど、あの手話もできるっていう、まあ、そういう風な、ちょっと何て言うんですかね、そういうのをコーダっていう風に呼ぶみたいなんですけど、英語で。でコーダっていうのはですね、チルドレン・オブ・デフ・アダルツっていう、そういう英語みたいですね。ろう者の両親の間に生まれた耳が聞こえる子供のことをコーダっていうんですね。だから草薙さんが演じる役っていうのはコーダっていうことですね。でタイトルのデフボイスですね、このデフボイスっていうのがすごく意味があるんですけど、まあ、単純な意味で言うと、そのろう者の言葉、ろう者の声っていうことなんですけど、まあ、これはいろんな、まあ、意味に問えるんですけど、取れるんですけど、普通にやっぱりこうろうの人の喋るってあーって感じで、まあ普通の人が聞くとあまり分かんない声ってあると思うんですね。まあそれを表す場合もあるし、何ですかね、その手話も多分そのデフボイスだと思うんですよね。あとはまあこの、小説からするとやっぱり声なき声っていうんですかね、ろうの人の本当の気持ち、なかなか伝えられない気持ちとか、まあ孤独とか、まあ、そういう気持ちですよね。だからそれはろうの人に限らず、全ての人、ほとんどの人が言葉を話せたとしても相手と気持ちが通じるっていう、本当に通じたっていうことって、なかなかないのかもしれない、そういう本当に気持ちが通じるってことですね、人と人が。ただそこを通じるっていうのはどういうことなのか、コミュニケーションっていうのはどういうことなのかっていうのの意味も多分表してると思います。だからこのデフボイスっていうことをですね、なんか頭に入れながらこのドラマを見てもらうと、いろいろ感じることが多いと思います。私もちょっといろいろ考えましたし、このデフボイスっていうのは非常にやっぱり、ポイントとなるワードなわけですね。で、まあそのあらすじで言うとですね、まあ、まだあらすじ始まってなかったんですけど、要はそのコーダの草薙さんはですね、
その幸田なりのやっぱり孤独っていうのもあるわけですね。まあ、ろう者でもないし、じゃあまあ一般の生活もしてるんだけど、ただなんかやっぱり一般の中でも溶け込めないっていうなんか孤独感みたいのがあって、どちらでもない、自分の居場所がないっていうような孤独感を抱えてる人物なわけですね。ただそういった人物がですね、まあ子供の頃はやっぱり一人だけ話せるんで、やっぱり通訳的な役割を任されることが多いんですけど、やっぱり子供の時からそういう役割果たしてたんで、もう嫌になっちゃってる部分もあるわけですよね。ただあることがきっかけで、まあその手話通訳っていう仕事に就くことになるわけですね。でその手話通訳っていう仕事を就くことによって、またいろんな事件に巻き込まれるっていうのがこのまあ話ですね。まあなかなかネタバレなしで言うとあんまり話せないんですけど、ただですね、この小説読んで、やっぱりそのポイントとしてはですね、一つはやっぱり孤独っていうことなんですよね。その草薙さん演じるコーダが孤独っていうのもあるし、ただ人間っていうのは誰でも孤独を抱えてるし、でろう者ではの中ではろう者なりの孤独っていうのもあって、その事件に関係する人たちのなんていうんですかね、圧倒的な孤独、絶望みたいなものもあって、じゃあその手話通訳っていうのの役割っていうのは、ただその話したいことを手話で伝えるっていうだけじゃなくて、もっと違ったですね、本当の声を引き出すっていう役割もあるんじゃないかっていうことに、まあだんだん、まあ草薙さん演じる役の人が目覚めていくわけですね。だからその孤独と、ただやっぱり人と人だから気持ちが通じるっていうことも、できるわけで、じゃあその気持ちが通じるっていうことは何なのか、で人ってね、やっぱり孤独の中だけで生きてちゃいけなくて、やっぱり人と人とがつながった時に本当のやっぱり人間の幸せってあるんだっていう、そういうことを多分このドラマ小説っていうのは伝えてるんじゃないかなと、私はそう感じましたね。でこの私この小説一気に読みまして、これは本当圧倒的な傑作ですね。ものすごい私は傑作だと思いました。でもうやっぱりこれ草薙さんが主演やるっていうことで小説読んだんで、常に頭にイメージしてるのは草薙さんの顔をイメージして小説読んだんですけど、小説読むときはやっぱり読む人の想像力が結構求められますね。でその手話っていうのも小説だから言葉で説明してるんですけど、こういう手の動かし方とかですね、だからそれは読者の頭で想像するしかないんですけど、映像にすれば実際それを、やりますんで、まあ、草薙さんも演じるし他の出演者も手話をやりますんで、これでどう伝えるかっていうのは本当、役者の技量が試されますよね。それは手話のやり方もあるし、さっきのデフボイスですね、言葉にならないけど声は出せますんで、そういう声の出し方とか、まあ、表情もありますよね。で結局はやっぱり人間っていうのは別に言葉話せても話せなくても、やっぱり人間は人間で一緒なんで、草薙さんのね、ミッドナイトスワンはトランスジェンダーの役だったんですけど、あれも結局草薙さんがやると、まあ人間は人間だっていうのを気づかされますよね。ただそこの区別とか区分けとか、
何ですかね、まあ、差別っていうんですかね、うん、とかなんか人間の組織とかそういうのを作ってるのは結局人間自身であって、本来の自然な姿っていうのは人間ってそんなに、うん、変わんないんじゃないかなと。違いっていうのは人間が生み出してるもんじゃないのかなと、うん、そんなことを思わせますね。それでですね、私がこれを思ったのが、やっぱりこれは草薙さんしかいないなっていう感じしますね、これを演じられるのが。まあ、もちろんね、いろんな役者さんこれやってくれってやればそれぞれのお芝居って多分やると思うんですけど、これは何ですかね、この小説通りの通り一遍の芝居っていうのはそれはできると思うんですね。まあテレビドラマ的なお芝居ってできると思うんですけど、ただこの小説原作が本来伝えたかったデフボイスですよね、うん、ろう者の本当の気持ち、そのこの登場する人物の孤独っていうのがあるんですけど、それぞれの登場人物に孤独ってあるんですけど、その孤独っていうのを通り一遍の芝居やったら多分伝わんなくて、むしろこの原作が言いたいことと逆のことになっちゃうと思うんですよね。うん、なんか通り一遍の綺麗事でやっちゃうと、コミュニケーションじゃなくなっちゃうっていうか、やっぱりこのなかなかコミュニケーション取れないっていうところによる孤独をこれ作品っていうのは伝えるべき作品なんで、それが結局伝わんないっていうことになりかねない映像にするとですね、作品なんですよ。だからそれを伝えるっていうのは、まあ、この草薙さん、草薙さん、まあ私前から言ってるんですけど、草薙さんは心の芝居をする人だと思うんで、本当の役の登場人物の心になるっていうところがまず草薙さん第一に持ってってる人だと思うんで、あんまりこういう時こういう喋り方とかこういう表情でっていうのをやると、本当にこれ何やってんのっていう作品にもなりかねない、非常にですね、役者にとっては難しい、本当に難しい役ですね、うん、ただ草薙さんだったらこれやるだろうなと。でこの小説読んでるだけですと、やっぱり読者の想像力に任されてる部分あると思うんですね。私はこれ圧倒的傑作だと思うんですけど、もしかしたら、うん、サスペンスとして捉えて、その孤独感っていうのをそれほど感じない、うん、人も読者の中にはいるかもしれないですけど、ただ映像にした時はですね、うん、やっぱりその役者の腕と、あとはやっぱりそのやっぱり監督ですよね、演出をどうするかっていうのは非常に、うん、大きく左右すると思うんで、まあ、あのドライブマイカーって映画あったと思うんですけど、あれも何ですかね、手話とかで舞台を演じるっていうそういう部分があって、あれも素晴らしい映画だったんで、映画で、まあ、大成功してる映画だと思うんですけど、今回はやっぱりその20名以上が実際の、ね、難聴者の人が演じるっていうことで、非常に意欲的な作品ですよね、うん、ですので、その小説で想像力、読者の想像力に任せられた部分を草薙剛なりの解釈ですね、うん、なかなか普通に喋ってる人にはわからない孤独っていうのを草薙剛が表現できるのかどうか、そこがやっぱりポイントだと思いますね。であともう一つがですね、草薙剛がやる演じることによって、うん、このデフボイス法廷の手話通訳士っていうのが完成に近づくと思う理由がもう一つちょっとありまして、まあ
最近ちょっとなかなか話しづらい件ではあるんですけど、やっぱりあのジャニーズの件がいろいろ今問題になってますよね。でこれやっぱりこの小説ネタバレなしで話してますんであまり話せないんですけど、結構ああいう問題もちょっとつながってます、ああいう事件ですかね、子供に対する、犯罪というかですね、そういうものがちょっと関わってきますん で草薙さんとか新しい地図の人っていうのは、何も話さないですし、多分これからも話すことはないような気はするんですけど、で草薙さん自身がですね、実際ああいう誰かがこういうことあってたとかっていうことについて、今後も話すことはないと思いますけど、ただ役者草薙剛としてですね、表現者草薙剛としての、私は何かをですね、この作品で表現してくるんじゃないかなと、それは草薙さん自身の意思はないかもしれないですけど、草薙さんなりのああいう事件に対する気持ちとか叫びとかですね、憤りとかそういったもの、孤独感とかですね、圧倒的な孤独感とか、そういったものがあの草薙剛が演じることによってですね、さまざまな世の中の事件に対する何かを、私は表現するんじゃないかなっていうのを私この小説を読んで、感じました。で、そこについてはちょっとこのストーリー自体に関わってきますんで、ここまでにしたいと思うんですけど、とにかくこれは本当に草薙剛さんって特に新しい地図になって、素晴らしい作品にばっかり出会って、それは草薙剛さんが素晴らしい芝居をしてるからこそ素晴らしい作品になってるっていうのもあると思うんですけど、この出会いってあると思うんですよね、作品とか監督との出会いで。このデフボイスっていうのも私は運命的な出会いじゃないかなと思いますね。原作も圧倒的素晴らしいですし、この映像作品っていうのも草薙剛さんのミッドナイトスワンに負けないぐらいのですね、運命的な作品になるんじゃないかなという、そういう、予感がしてますね。で草薙剛さんファンはこれ原作読むべきかどうか、私は読んじゃったんですけど、私は読後の感想としましては読まない方がいいかなっていう気がします。私はこれ小説はすごい素晴らしいんですけど、草薙剛さんによって完成されるような気がしてるんで、その完成体っていうのをですね、見たことない草薙剛が見れる作品かもしれないです。原作はもうものすごい良かったです。それは間違いないんで、もう絶対楽しみにしていいドラマになりますんで、これは本当今年ですよね、今年の冬、非常に期待できる作品になるのはもう間違いないですね。ということで、ここら辺で、終わりにしたいと思います。ネタバレなしで話したんで、いまいちちょっと通じなかったかもしれないですけど、このもう小説読んだ後のですね、興奮っていうのは伝わっていただければ幸いですね。ということで、NHK で放送予定のドラマデフボイス法廷の手話通訳士についての、小説だけ読んだ、感想をお話ししました。今日は以上になります。ありがとうございました。